てってる中川翔子です。声がカスカスや。なんといっても食タンカーで渋谷と原宿を走りまくって1時間しゃべり続けたからなんですけれども、お腹が空いたよ今日、まだ何にも食べてないのということでですね、とんかつ食べたい、油身食べたい、すごいお店を予約しちゃいました。なんと日本一分厚いとんかつが出てくるんだって。すごいよ、今日何にも食べてないから全部油を吸い込んでやる。はい、ということでではでは早速行ってみましょう。マジでちょっとお腹と背中がくっついてほしい。痩せたい。痩せてんのかな今、もしかして痩せてる最中。着席しました。マジでお腹空いてます。今日なんとすごい人気なお店なのに特別に営業時間外予約させていただけたっていう、もう20周年なんでもありのお祭りだね。イエーイ、ありがとうございます。すみません、今日よろしくお願いいたします。こちらのお品書きを見てシンプルにもうカツがドドドンとあるんですけれども、これはもうせっかく来たってことは特上行くしかないっしょということで、特上の焼きカツ丼行きたいんですけど、はい、本当に日本一分厚いんですか？はい、分厚いと。どれぐらいですか？見ていただいて楽しみにしていただきたいですけど、大体こっちぐらい。どうかしてる、分厚いんですよこれ、はい、楽しみです、お願いします、はい、カロリー大募集。びっくりなんですけど、美人な女性が分厚いとんかつを作るんですね、今からちょっとすごくない？え、でかっ！うわすごい、枕をこしらえてるの？上げていきます。でかいんですけど、うわ信じらんない。おい、さっきのサイズよりも想像を超えてきた。こんがらったよ。あ、いい心地いい音がする。パチ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 、キャー。あ、中川さん、そうだ、そういえば今日実は知らないスタッフがいると思うんですけど、エンカウントさんがついに中川翔子の方を取材させてくださいと。エンカウントさん、いつも中川翔子の方からヤフーニュースにめちゃくちゃしてくださってそのおかげで登録者が増えたり再生伸びたり、髪の毛の色相当ファンキーですねプリキュアにいそうなカラーリングで。なんか売店の人までいじりないでください。褒めてるんです私なりに。すごい、だってさ、一昔前まではネットニュースって恐ろしい世界だったんですよ。恐ろしいこと書かれる、どうしよう、ネット怖いって思ってた頃があったのに、エンカウントさんが彗星のごとく登場してから、エンカウントさんっていいところを見つけて褒めてくれるっていうポジティブな天才、ネットの世界を明るくした第一人者ですよ。なんでそんなに性格がいいんですか、ネットなのにネットなのにでもやっぱ普通のとんかつより分厚い分揚げ時間って難しそうじゃないですか？うちのとんかつは揚げる前にもう低温調理をしてまして、約1日かけてじっくり揚げてるんです。1日入ってるものに衣をつけて揚げていくので、ちょっと衝撃、だからもうカウンターで見てるとすぐに上がっちゃうんですか？そうですね、すごい、低温調理してるだけあってもう上がっちゃう。中川さん、痩せられない系って YouTube じゃないですか？いや、とんかつを食べても特上のカツ丼食べても痩せるんだぜっていうことを見せて差し上げますよ皆さんに。メポみたいな色、メポカラーかわいいつな。カツ丼ってすごくない？炭水化物に衣に肉に油に揚げキャッ、さらに奥になんか作業してる。タレとかも特製だったりするんでしょうか？醤油ベースの和風だれなんですけど、甘辛ソースで、はい、醤油ベースなんで和食ですね。和食って痩せるんですよ、知ってました？ヘルシーですね、姉さんも言ってるし。中川翔子の勝手なルールでカロリーゼロと続けてきた結果、今プラス4キロですよ。うるさい、プラス15キロこれに関しては私がマウントを取れる、逆マウント、はい、15キロえぐくない？なかなかに。しょこたんの担当だとプラス15キロになりました。私のせいにしてる私のせいにしてるけど、でも多分その通り。中川さんの現場って美味しいものが多すぎるんですよ。そう、咲山チョコジローとかめっちゃ食べきれない分食べてもらったりしてるじゃん、一緒に、うん、私も食べてるんだよ、助けて。でもやっぱりさ、食べる系の YouTube… あ、ごめんなさい、LINE の音を言ってしまったし YouTube 何年やってんだよってね。でも中川さん、逆にだから食べてるものと量を考えるとよくプラス4キロで済んでますね。キャイキャイやって
15キロ。はい、ああ、え、待って、痩せたとか自慢されたのに、この間さらに太りました。何キロぶっちゃけ。今75です。ヘビー級見えてきたね。そうっすね。うおー、ハッシー何キロ。ぶっ飛ばすぞ。え、ぶっ飛ばすぞ。ね、下手したらさ、下手したらさ、なんかさ、私より痩せんのやめてよね。そんなことないですよ、絶対それはない。え、調子いい時、超えられるよ。やめてよ、やめてよ、体重だけは言ってないんだから。クボラのお母さん、さっきダイエット一緒に頑張ろうって言ったのに。ねえねえねえ、こんなに美味しいお店食べに来て、ダイエットって言ってる人いたら、ワンインチパンチでぶっ飛ばすね。うぅ、うわ、あんなに綺麗な卵のバラが咲いている。すごい綺麗な鮮やかイエロー。卵まで入るんですか。え、分厚枕だよ。すごい綺麗、衣が立ってる。サクーッとナイフが入りました。うわー、すごい中綺麗ピンク。お姉さんの超キューブ新破産。サクサクトントコトン。すごい、わあ、すごい、でかいよ。さらにあの秘密の壺の中からダイエットソースがかかります。今かかります。3列に美しくかかります。あれでプラマイゼロ、プラマイゼロになりましたね。すごい、うわー、嬉しい。お腹すいた。カロリー、こんにちは、いらっしゃいませ。私のお腹へ。うわー、ちょっとすごい。この卵のところにじゅわっと肉汁が入ってくるの。ほらほらほら、油の滝。やばい、美味しそう。でぶわっつー、すごいんですけど。見える、卵のふわふわのお姫様ベッドの上にキラキラ輝く揚げたての、ぶわっつ、おんも筋トレ、やば、バストアップ、すごっ。まずはちょっと胃がバグってるので、ちょっと赤出しを。やーい、おいしいおいしい。今ここにいる、ここにうまいが、うまいがここに流れていく。おいしい。はい、オッケー、整ったということで、じゃあど真ん中の一番エースいっちゃっていいですか。うわー、なんかソースが濃い色じゃなくって優しい色、サックサクですね。うわー、見てー、ピンクのこのちゃんとこの外側に脂身がいるよ、いるよ。いただきます。重くて一回置いちゃったわ。すっげー重っ、でかっ、すごっ。いいっすか、もうこの一塊だけでダンベルぐらい。いきます。たい焼き食べるとき頭からいく派で、とんかつは脂身からいく派です。ガチで無理な時叩いてる。YouTube 今まで見てくれてる人分かると思うけど、叩いてる時本当の時、叩いてない時もある。からの、この脂身がいてくれてる間に卵とこのライス。タレが優しい、ちょっと甘くって、うわー、日本に生まれて炭水化物と炭水化物と油とお肉だ。てか、やっぱり小山さんが肉汁食べてる。小山さん、さっきのアルバムのトラック走ってたから、そのまま来たから食べに来たの。招待についてに美味しいもの食べる。分かってらっしゃる、その通り。ベストアルバム小山さんが出そうって言ってくれたおかげなんで。視聴者の皆様、分からない方、ソニーミュージック小山さん、中川翔子のアーティストです。小山さん、食リポ、食リポ。うわ、やばわかる、語彙力だったから、やばしか言う。溶けるのこれ、わかる。え、何これ、甘いよね。なんでこんな分厚いのに噛めるの。歯を置いただけでスーッといくの。すごく
の油は結構上質な油ですごく甘いと思うんですけど、うん、めちゃくちゃ甘いです。いい油ってことは痩せるいい油ですね。美容にいいやつ。古代広告で捕まりますよ。あのすっごい申し訳ないんですけど、油身食べるときに炭酸欲しくてコーラももらってるした。なんかさ、デブじゃん。デブはさ、油揚げ物とコーラ最高だ。いや、わかります。あ、やったー、コーラだ。油身からのコーラコンボやっていい？キャイ、おいしい。結構量多いですけど、いけるんですか。もう今私多分電動ブルドーザーだと思う。本当に人生で食べたとんかつで一番おいしいです。ぶっちぎりで、え、マジでもう完食するじゃん、小山さん。あ、僕の人生の中でも一番です。小山の1位も出ました。わさび？そうか、タレが和風だから合うんですね。うん、全然世界変わる。小山さん、わさびやった方がいいよ。ごめんなさい、もうないない早食いのデブだった。余裕でもなった。最後の一口になっちゃいました。悲しい、切ない。でも出会えてよかったよ、あなたと。私と永遠に一つにおなり。あんまり女性でどん口に運んで食ってる人っていないですか。あー、痩せちゃう。とんかつ界のマジでチャンピオンだと思いました。それ本当に美味しすぎて、これを食べられたのはもうめちゃくちゃ幸せだし、 YouTuber やっててよかったなって思いました。今さ、びっくりしたんだけどさ、指の間からさ衣が落ちてきたのでかい。生み出しちゃってる。ちなみにお土産カツサンドも包んでもらっていいですか。この感動は、安い、1300円だって、カツサンド。なんかまだ食うんですか。あの、恵子さんにもお土産で。すいませんね、本当に。YouTube 仕事じゃなくてさ、プライベートでしかないもん。すいませんね、幸せ。あ、食べる前は胸の方が出てたのに。ひゃい。ということでですね、チャンネル登録、高評価、そしてコメント欄に、ここで食べたことある人は美味しかったよって感想と、そしてあのここにも来た方がいいですよっていうおすすめの美味しいお店のところを書いてください。私はすぐに食べに行きます。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。それでこの後すぐ寝たい。あ、すいません、ありがとうございます。やったー、カツサンドをゲット。ずっしり、すごい。うわー、やった。じゃあ、恵子さんと一緒に食べます。一緒に食べるみたい。食べる。幸せー。